どうもこんにちは、こんばんは、シューシャです。ココイカです。はい、ということで今回はあの発表をしたいと思います。お、何ですか？はい、それはですね、ついに決まりました、シューシャイカ杯の出場者発表をしたいと思います。待ってました。はい、ということで今回はなんと、まあ僕たちの予想をね、はるかに超えるね、32名の方がね、抽選に応募していただきました。でも正直こんな来ると思ってなかったよ。そうですね、まあありがたいことにね、あの倍率も4倍ということで。そうだね、トーナメントが8人で、まあそれを32人で争ったということで。で、まあ抽選で決めるのは心苦しいところもありましたが、まあ今回はそういうルールなので厳正なる抽選をさせていただきました。はい、ということで発表したいと思います。トーナメント表がこちらになります。このトーナメント表に書いてある番号とその左にあるお名前ですね、そちらが照らし合わせて入るようになってます。で、まあ、1番がコータさん、2番がベースボール5252さん、3番がちょんまゆげさん、4番が山俊さん、5番がベースボール6438さんで、6番がプロスピ AA さん、7番がふるさと納税さん、8番が抹茶の粉末さんになりました。おめでとうございます。おめでとうございます。ということで、まあ大会の日程はですね、2月の8日9日となっております。で、8日が、このベスト8からベスト4に勝ち上がる4試合と、準決勝、2試合ですね、までやっていただきます。結構やれますね。うん、まあ、2日にしようと思ったのもいろいろ、まあ優勝者とのエキシビションっていうのもあるので、まあそこも、まあ優勝者へのね、あの、なんて言うんだろう、優勝者がずっと戦うことになるから、まあそこも考慮してって感じですね。ということで初日がその準決勝までで、2日目が決勝1試合とエキシビションですね。エキシビションね。まあそれについてはまだ全然何も語っていませんが、実はその動画もまだ撮ってない段階なんでね。はい、まあ、企画の方はねもう決まってますんで、大体火曜日か水曜日ぐらいに上げれればなと思ってますので、はい、そちらをお楽しみにしていただければなと思います。ちょっと初めての試みを、そうですね、普通に楽しんでいただいて、大会は本気でやっていただきたいなと思います。まあ大会の詳細については SNS で書いてある通りなんで、まあそちらを見ていただければなと思います。まあ一応概要欄にも載せるつもりなので、もしね YouTube だけ見てまだ SNS の詳細見てないよって方いらっしゃいましたら、概要欄に載せてますんで、そちらでご確認ください。はい、はい、そんな感じですかね。なんで皆さん熱い戦いを期待しておりますので頑張ってください。はい、ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。この動画、高評価、チャンネル登録、SNS のフォローなどしていただけると嬉しいです。リクエスト等もお待ちしております。はい、ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。楽しみにしてます。バイバイ。